武蔵中央電気鉄道は九百二十九年から九百三十九年まで東京府八王子市内を通っていた軌道路線及びその運営会社である。竹中電車の愛称で親しまれたが、折からの世界恐慌による八王子市の繊維産業の不振に加え、並行する中央本線での電車運転開始や京王電気軌道五両線の開通により乗客数が伸びず、 1938年に一部区間を廃止の上、京王電気軌道に合併され、後全線が廃止された。一部廃止、京王合併直前八王子駅前高尾橋間は6時30分21時台まで8から16分間隔、東八王子駅前横山町間は7時台から20時台まで7分間隔の運転であった。武蔵中央電気鉄道は、 八王子電気鉄道から軌道の布設特許を譲り受けている。この高尾山電気軌道は1923年1月30日に設立され、紅林七五郎という素宝家が社長であった。当初の計画では東京市民の行楽地であり、信仰の山である高尾山への輸送を目的としていたが、やがて、 八王子市内への延長計画を立てた後、八王子から所沢を経由して、大宮へ至る路線と、砂川から分岐して、田梨を経由して、目白に至るという長大な路線を計画した。そして1923年8月に特許出願したが、この長大な路線はあえなく却下されてしまう。かろうじて、八王子市内への延長線は1925年9月に、 不設特許がカフされることになったが1926年3月になると経営陣の異動があり、呉林は社長を退いた。4月に八王子電気鉄道に称号を変更し、資本金を100万円に増額すると、6月の株主総会において藤山愛一郎が取締役に父親の藤山ライタが顧問に就任した。 この年の藤山親子の持ち株は総株数の4割を占めており、会社が藤山家の支配下に置かれたことになる。この体制のもと9月に八王子から所沢に至る鉄道の不設免許を申請し、続いて1927年1月には、所沢、この八王子大宮間の不設免許は1927年12月にカ付された。 さらに1928年4月には、大宮から与野町、鳩ヶ谷町、草加町、流山町を経由して、常磐線柏駅に至る路線と鳩ヶ谷から分岐して、利ネ村、西新井村、綾瀬村を経由して、常磐線北千住駅に至る路線の不設免許の申請をした。しかしこの路線の免許を得ることはできなかった。ところで、大宮への路線の建設費であるが、 外四415万円であり、資本の増強が求められた。そこで新たに1929年3月資本金700万円の武蔵中央電気鉄道株式会社を設立し、社長に藤山ライタが就任した。7月になると、八王子電気鉄道は軌道及び、鉄道の不設権を武蔵中央電気鉄道二条都市解散することになった。 一方、これと前後して工事が始められていた路線は11月より一部、開業し、道路の拡幅工事を進めながら、徐々に1932年4月まで開通していった。また八王子、高尾山六間を運行していた、八王子市外自動車を、開通時に傘下に収めバス事業を牽営した。だが1930年12月に、中央線が浅川まで電化され、 都心から直通するようになり、さらに1931年3月には、京王電気機動五両線が開通したことにより、乗客は伸び悩んだ。また昭和金融強行の影響で、株式の払い込みが不調で八王子大宮間に建設工事に入ることができなかった。会社は、資本金を490万円に減資することにし、社長も藤山愛一郎に代わった。 結局業績は上向かずついに路線を一部廃止の上、新宿八王子高尾間の交通一元化を考えていた京王電気軌道に売却することに決定した。価格は50万円であった。京王八王子線となり、横山駅から高尾山までの輸送用になったが、それも長くはなく1939年6月に休止され、年内に廃線となった。 車両は単車を除きすべて他の鉄軌道に引き取られた。ちょうど鉄化が高騰しており撤去した機場や河線等の売却価格は20万円とも30万円とも、言われており400系の資金になったという。現在は国道20号上に付設された軌道ゆえ見るべき意向もないが、相当総省雲残長アンデラの山道は軌道に使われた敷石が再利用されている。詳細は、 武蔵中央電気鉄道1系電車を参照1929年11月に本車両製の反抗性ボギー車給両を申請し、翌年2両を増備した。この車両は最大幅 2118mm の細身の車体であった。これは軌道建設規定第8条により、車体外福音角幅 3.64m が必要とされており、 軌道が付設されている道路の幅員が10メートルしかなく、これとは別に両側に電柱を設置する幅が各一尺ずつ必要となるためこの寸法になった。また支線用に、元京都市電の木造単車1両を1932年に西武鉄道から購入し、計12両が在籍していた。1937年に1両を譲渡し、支線用の単車を廃車した。 1938年の路線短縮時に五両を上渡し、廃線時に残りの五両は北京へ行った。一部廃止、慶応合併直前故障は営業当時、呉林七五郎は北多摩郡京、千村出身。東京府会議員、事業家であり、高尾作動社長、五日市鉄道取締役、村山京弁鉄道発起人、玉川砂利の採取事業。 養産事業も手掛けている。高尾山頂へ行くケーブルカーの高尾作動はすでに1921年に設立されており、呉林が社長だった。現在の八高線や西部新宿線の計画がすでに存在。藤山家がこの会社に関与した理由として、佐藤は第一次大戦終了以降生産過剰による価格低下が続き、生徒業界は長期不況にあえいでいた。 そのため、藤山、鉄道大臣は、小川平吉、1941年5月8日執行。ありがとうございます。